開かずのトイレ100年の歴史のある某高校の話である都内の閑静な住宅街にあるその高校にはいくつかの怪談話がある外国人墓地を埋め立てての立地のため深夜に外国人の兵隊が行進しているとか誰もいないはずの教室に 白い格好をした女性が入っていくのを見たとかその高校の3階に封印されたトイレがある3階の北側の男子トイレ入って左には商用の右には便座のついたトイレがそれぞれ3つあるその一番奥の便座のトイレが閉ざされたままなのであるその理由については ただ単に故障しているだけ。昔そこで手首を切った生徒がいる。などと様々な噂がささやかれていた。そんなある日、老朽化した学校を建て直すため、そのトイレのある校舎が建て壊されることになった。好奇心の強いある高校生が、この際、そのトイレを開けてみたいという欲求に駆られ、友達二人を連れ立って、 夜8時ごろに校舎に侵入したその日は土曜の夜ということもあって教職員はほとんど不在いつもの活気ある校舎とは打って変わって不気味な静けさが支配している彼ら3人の足音が妙に大きくこだまする誰かに見つかりはしないかという物理的な恐怖と 本当に何か出るのではないかという心理的な恐怖が三人の心臓を絞り上げた。いつもならなんてことのない階段をゆっくりと登る。一段一段ゆっくりと。問題の三階のトイレの前に着いた頃には三人ともかすかに息切れをしていた。幸い、 トイレは常時電灯がついていて中を見通すことができた。塞がれたトイレの前に立った三人はまず上部の隙間から覗くことにした。しかしなぜかそこも塞がれている。厚いベニヤ板が釘で打ち付けてあった。以前に同じことを試した人間がいるのであろう。ひっかいた後や タバコの吸い殻などが散乱していた。何もここまでしなくても。三人は言い,いようのないこの恐怖が本物だということにうすうす感づいていた。しかし、ここまで来て何も見ずに引き返すわけにはいかない。木製のドアであったため持ち込んだ霧で覗き見ができる程度の穴をうがち始めた。 最初手が震えてなかなかうまく刺すことができなかったがやがてその霧は徐々にドアの中へと埋まっていったその間三人は無言だったこのまま穴なんてできなければいいという思いもどこかにあった長い時間を要したが貫通した時にはもう穴が開いてしまったのかと時間の感覚がすでに狂っていた ゆっくりと霧を抜いていく誰が最初に中を見るか声を潜めて相談する誰もが一番最初を嫌がったそれはそうであろう結局今回の侵入を思いついた高校生が最初に見ることになった恐る恐る穴を覗くすると そこに見えたのは普通のトイレの内部だった。何か見えるのではと期待した反面、どこかホットアンドした。残りの二人にも中を見るように進める。二人も同じだった。先ほどまでビクビクしていた自分たちが急におかしくなり、三人は笑い出した。 やっぱりこんなものは迷信だよと一人が再び穴を覗き込んだ瞬間。うわトイレの向こうから誰かがこちらを見ていたんだ。便所にもかかわらず床に腰を落としてしまった。そのただならぬ雰囲気にもう一人が穴を覗いた。彼が見たのは真っ赤な血が壁中に付着したトイレの内部だった。 そんな二人を見て残りの一人は訳のわからぬ声を上げて走り始めた二人もそれを追うようにしてその場を立ち去った何十年も塞がれたドアの向こうにいたものは一体何だったんだろうかちなみに最初に逃げ出した高校生は一週間学校を休んだ後退学その後 いくつかの精神病院院に入院した「数年後どこかの神社でお祓いをして現在は普通に生活しているが今でもあの時のことは固く口を閉ざして何度聞いても語ってはくれないという。